一体大変でガス、あんなところに人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわよ。そうですわね、私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。いざかかるのじゃ。話は後々、ついてきて、突破するわよ。ここまで来れば大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かんなじゃ。もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この街の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで皆さんは。わしはディルク。この世界を王として束ねるものじゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながらその原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんてとても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、うん、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。ん？え？うん。そうかしら。ただの幼なじみよ。ね。ああ。幼なじみ。素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ、行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないと。ね。はい。了解だ。よし、町から魔物を追い払って族長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。本当に何とお礼を言ったらいいか。よいよい、世界を治める王として当然のことじゃ。それじゃこの辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。終わりだ。
せてやるぜ。血のスパーク。心配だと思うけど諦めちゃダメよ。分かるよ。はい。でもお二人はどうしてこんなにも親切にしてくださるんですか？実は私たちの結婚を控えるね、同じ花嫁の危機は見過ごせませんの。クローラさん、では一刻も早く元の世界に戻らなくては。そうですよね。でもその前にあなたの力になりたいのですわ。大丈夫？また囲まれちゃったわね。なんとかしなきゃ。ええ、このままでは危険ですわ。魔物さんに少し離れてもらわなくては。随分落ち着いてるでゲスね。足なんかこっちの世界に来た時はそりゃもうおっかなびっくりでかしたよ。あら、私たちだって結構驚いてるのよ。でもこう見えないってことは多分一
一度にすごいことが起こりすぎて考えが追いついてこないからですわ。気配の正体はバトルレックスか。やりにくい相手だぜ。テリーさんにためらうってよっぽど手強い相手ということですね。別にためらってはいないさ。が強敵には違いない。気をつけろ。当然の結果だ。俺に負けはない。ねえ、
ですわね。わあ。一人で十分だ。了解だ。うわぁ、暗いでガスね。足の目でも遠くが見えないでゲスよ。発明品13号があればね。暗闇でもよく見えるよう改造してあげたのに。改造、なくてよかったでゲス。探しましょう。
私たちの父も今頃探してるかもしれないわね。ええ。あ、大変！お父様なら捜索に町中の人を使いかねませんわ。あなたのお父様が心配で倒れちゃう前に元の世界に戻らなくちゃね。ビアンカとフローラって同じ町から来たのよね。幼なじみ？お友達だけど幼なじみってわけじゃないのよ。実は私たち数日前にお会いしたばかりなんですの。あら意外ね。息もぴったりだからてっきり長い付き合いかと思ったわ。そうなのです。私もビアンカさんとは初めて会ったという気もしませんのよ。でも幼なじみといえばビアンカさんには素敵なお方がいらっしゃるのね。まあね。ここにはいないみたいです。他の場所を探しましょう。ここにはいないみたいです。他の場所を探しましょう。行け！
ワクワクしてきたぜ。なかなか見つかりませんね。どこで迷子になっているんでしょう。あの二人がこの町で迷子になるってことはないんじゃない？歩くのも飽きてきたところだ。ちょうどいい運動になるぜ。Yeah.
のスパーク。じゃあな。当然の結果だ。俺に負けはない。